皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もキングダムハーツ3やっていきたいと思います。前回思いがけずね、プーさんの世界に入りましたが、今回は待ちに待ったアナと雪の女王の世界アレンデールに着陸したいと思います。それではね、早速こちら向かうんですけど、多分ボス戦とかはないでしょう。さらっと行きます。なりだね。俺南国育ちだからさ。ほらどんどん凍っていってる。ドナルドの魔法じゃないよね。ハートレスの仕業かな。そうかもな。行ってみよう。あの人、悲しそうな顔してた。何かあったのかな。ハートレスの私、事情を聞いてみようか。はい、ということでね、アレンデール到着しました。映画でもこのシーン覚えてるよ。確かね、誕生日パーティーかなんかの時に氷の魔法が使えることが露見してしまって、それが制御できなくなったね、エルザが山の方に逃げていくシーンだったと思います。とりあえずね、山の山頂の方に向かっていって城で会うんかな。じゃあちょっと先進めたいと思います。すごいところまで登ってきたね。お下は大変。さあ結構山の頂上付近まで来たんですけどね。ちょっと待って。あなたたちはどこから来たの。うん、俺は、ちょっと遠くの南国から来た。ソラ、ドナルド、グーフィーだよ。もしかして戴冠式のお客様。え、そうなんだ。それで君は？エルサ、アレンデールの女王エルサです。え、女王様？ここにいるのは危険。町に戻ってください。でも女王様がこんな雪山で一人きりなんて、何かあったんじゃないの？帰ってください。一人になりたいの。誰も傷つけたくないから。そんな、一人になりたいなんてよっぽどのことがあったんだろうけど。僕たちはいつも一緒だよね。旅は面白くって危ないこともあったりするけど、三人で力を合わせて乗り越えてきたよね。だよな。でもまあ、おこりんぼのドナルドとはたまに喧嘩になるから、一人になりたいって気持ちもわかるかな。あっ、あっちのセリフだよ。
もうやめて。エルサ、これって…ハートレスだ。ここは俺たちに任せて、エルサは逃げて。また映画とはちょっと一味違う感じがいいですね。早々にエルサに会ってどうするんやろね。先に心を取り戻したりするのかな。まあ、ちょっとこの雑魚、邪魔な雑魚をね、一掃していきます。エルサ、大丈夫だった？あの、ひどいこと言ってごめんなさい。助けてくれてありがとう。危ない！その力、やっぱりエルサだったんだ。見たでしょ？私はこの力のせいで人を傷つけてしまうの。でもハートレスは闇の魔物だよ。さっきも言ってたわね。それは一体何なの？ハートレスは人の心を狙ってどこにでも現れて悪さするんだ。人の心を狙う魔物だから危険なんだ。エルサは自分の家に帰った方がいいよ。私に帰れる場所はないわ。心まで傷つけたくないもの。エルサ、そうならないように私は一人で行くの。一人じゃ危ないって。あ、お願い、来ないで。エルサ、エルサは強い人みたいだから大丈夫じゃないかな。気があるんだよ、一人にしてあげよう。そうだとは思うけどさ、最初に見かけた時の表情が気になるんだよな。女心がわからない子ね。放っておいてあげなさいよ。お前は、って格好は機関っぽいけど誰だっけ？ちょっと、ああ、忘れてるのか。私はラクシーヌ。もう忘れないでね。ともかく彼女のことは私たちに任せとけばいいから。知ってる？知らない。でもなんだかかわいそうだから知ってるふりをしといてあげれば。寺じゃないならどうでもいいんだけどな。ちょっと聞こえてるわよ。エルサをどうするつもりだ？どうするつもりもないわ。あんたたちにうろつかれてたら目障りだから、しばらくここでいい子にしてって。ああ、私の専門外だけど。ラクシーヌ！出口はないのかな？どうしよう。とにかくここから出ないと。エルサのこと心配だよね。ああ、何もしないとかラクシーヌは言ってたけど、機関の言うことなんか信じられない。絶対何か頼られる。急ごう。はい、あのバッタみたいなね、13機関に閉じ込められてしまいました。ここはエルサが建てる城とはまた違うもんなんかな。
お、なんやあれ、なんか柱みたいなの見えてきましたね。ボス戦かな。ノーバディの群れを倒せ。ノーバディもんのか。へえ。まあとりあえず戦っていきましょう。まあ雑魚でしょ。結構ね、何やったっけ、1個前の世界でレベル上げといたからね、そこまで苦戦する要素はないとは思うんだよね。でででないないない。氷の迷宮の出口を探そう。上の方に、てかすごいな、あんだけの氷でこんなもん作ってて氷の柱に向かってジャンプしながら、あ、四角でエアスライドしよう。その前に一回回復挟んで、ほっ、よいしょ。すごい仕掛け。さあこれがなんかラストっぽいけどね。じゃあ回していきましょうか。何かガチャッとハマった気がするぞ。俺がおわせかといいね。ほんまやでってね。なんかあんのこれ、なんかなんか見えんで。あれ、よいしょ。あ、出口、あ、よかった。宝箱も2つ用意してる。よいしょ。え、あれは今度なんかモヤモヤは気になるけどさ、これ回したら、いやちょっと待って、これさっき入ってみようか。ほっ、あれ全然反応せえへん。エルサは確かあっちの方へ行ったよね。よし行こう。よし、山着きましたね。じゃあもうちょっと上行ってエルサの城にたどり着くとこまで頑張ってみましょうか。よいしょ。結構高いなこの山。よいしょ。もうそろそろかな。ほっ、おね。Yeah.
すごい場面に立ち会って感動してる。あれ、エルサだよな。別人みたい。何か吹っ切れたのかな。あ、行ってみよう。覗き見なんて趣味が悪いわよ。ラクシーヌ、お前らこそエルサにつきまとって何が目的だ。へえ、勇ましくなったもんね。確かに私たちは彼女の動向に関心を寄せてる。新たな純粋な光の心の持ち主、ニューセブンハート、それを探してるの。光の中で光を見出すのは簡単じゃないわ。だから相反する闇から見ることでその姿があらわになる。でもエルサは少し違うみたいね。見て、あの荘厳な氷の城、彼女が封じ込めようとしてきた力で築き上げたの。それは闇に通じる力。エルサが闇の力を使うはずないだろ。今はまだどちらともつかないわ。自らの捉え方次第ね。力をよこしまなものと捉えればそれは闇に染まる。そして彼女は自らの心を解き放つために力を受け入れた。果たして彼女の行く末は光か闇か、興味深いと思わない？お前たちの興味なんか知らない。エルサを闇に落とさせるものか。それは彼女の心が決めることよ。あんたは干渉しすぎなの。それじゃあモテないわよ。ラクシーヌ。男の子ならおせっかいばっかりしてないで、時には黙って見守ってなさい。ドナルド、グーフィー、大丈夫か？大丈夫。平気みたい。もう一度エルサに会って話をしないとな。氷の力のこととか確かめないとね。ああ、ラクシーヌで言われたことは言っちゃダメだよ。そうなの？秩序だからね。そう、秩序。ああ、わかった。うん？ちょっと待って、この音って。こんなん絶対無理やから。雪山を滑るよりよ、襲ってくるハートレスから逃げながら麓のゴールを目指そう。なるほどね。 L で移動、バツでジャンプ。攻撃はできへんのか。ハートレスのブレスに当たって雪崩に近づいたり障害物に当たると、空の HP が減ってしまうぞ。ピンチの時は HP プライズで回復だ。まあとりあえずやってみましょう。避けながらジャンプですね。こういって、おい、よいしょ。これどう避けるの？左右に避けながら来たらいいんだな。なんか来る？よいしょ。はい、完璧。下にしか攻撃はしてけへんね。よいしょ。
左右に移動しながらジャンプか。なるほどね。あ、待って、危ない。この下を張ってるやつはどうなんやろ。危な、下を張ってるやつ突進してくんのかな。2匹飛んだ。なるほどね、こうやって増えていくわけか。よいしょ、赤赤赤いって、あ、ちょ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 、食らってる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 、いって、魔法は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  HP プラスって何。よいしょ、HP HP 飛んだ、3匹ともやべしやべし、よいしょよいしょ、避ける、おいしょ、危ない、あー、待って待って待って、またか、ふもと、よいしょ、おっ、あー、怖い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 、よいしょ、おお、あいた、やば、あと一発、しまって待って、 HP プライスって何、 HP プライスって何、あっ、違う違う違う、しまって待って、 HP ください、誰か HP。 なに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 、今度は、ああ、なるほど、なんかくれんの、ありがとう。障害物を避けて、おお、すごい、ジャンプだけができるんだね。この動線通りに行きましょう。よいしょー、ほっ、完璧ちゃうな。ああ、落ちてもった、うるさい。よいしょー、けどこれ下には何があんねやろね。また戻って、え、あ、今度戦うの、よし、じゃあ倒していきましょう。あ、ちょちょちょ、やば、強っ、ちょ待って待って待って、何こいつら、ボス並みじゃない。あ、そうでもなかった、単に魔法の効きが悪いだけ。 OK、 どこいった、あ、いててててて、はい、二丁上がり、あと一匹、動かへんからこれ当てやすいね。よいしょ、動かへんけどこれ攻撃もろ当たりやん。よいしょ、あ、潜った、どこ行った、せこない、フィニッシュだけ当てたかったのに、むしろ。よいしょ、はい、あるじゃん、なんだこれ、変なのが落ちてるぞ、青いのと緑、緑はいいね、あと黒、黒、あー、黒も意外といいかもね、あれ、もう茶色のツンツンは合わないね、よいしょ。雪だるま、あれ、雪だるまがいなかった？雪だるま？うん、面白い雪だるまでさ、喋って歩いてたんだ。雪だるま、あるのは偉いでしょ、くめぐも見たじゃない、夢だったのかな、
またどこかで会えるんじゃない？エリサのところに行くまでに見かけるかもね。あ、そっか、エリサに会いに行くんだった。行こう。はい、ということでね、本パートはここで区切りたいと思います。誰やったっけ、あの雪だるま。なんかね、映画ではあの花つけてあげてどうしたこうしたみたいなのがね、出てきてたと思うんですが、あいつがね、多分大事なところを担っているんじゃないかなと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバイ、まったねー。